はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語、品詞の分類丸2をお送りします。で、前回からね、この品詞の分類が始まって、前回は、自立語、そして付属語をね、まあ、復習がてら確認をしました。で、今回も自立語と付属語なんですが、その中でも、活用がある、活用がない、この2つに区別する、それをね、確認していきます。で、問題はポイントの中も含めて4問です。まあ、4問って言っても、これ、ある字って書いてあるんですけど、活用のある自立語、活用のない自立語、活用のある付属語、活用のない付属語と、その4つに分ける問題だね。で、その問題が含めて4つありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば、今からね、全部説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、1番のまずポイントの中から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずポイントをちょっと読んでいきますね。で、今回はさっき言ったように活用がある、ないを確認していくんだけど、語形、これは単語の形です。単語の形が変化する自立語、付属語を活用があると言います。なので、活用があるって何かっていうと、その単語の形が変わるものです。基本的には。で、活用がある自立語に関しては、自立語の方ね、に関しては、あるものをつけて調べると分かりやすいです。で、何をつけるか。これ自立語ね、に関しては、これです。ない。これをつけると活用があるかないかを調べやすくなります。では実際にね、問題いきましょう。次の文の自立語と付属語を活用のあるなしに分けて書いていこう。まあ、4つに分けていく感じだね。で、前回と同様、まず単語に分けます。単語に分けないと、その自立語付属語に分けれないので。じゃあ、ここから行きましょう。鳥が空を飛ぶと。で、先にあれか、文節で切るか、いつも通り。鳥がね、空をね、飛ぶねと切る。で、そこからまた切ります。鳥とが、空とを。で、飛ぶは一つのね、単語だよ。と飛ぶにならないからね。だから今回この5個です。で、まず自立語から行きましょう。で、自立語がどれか。自立語赤で書いていこうかな。自立語どれかっていうと、まあ、それだけでね、意味が分かったりとか、文節の最初になってるものなので、鳥がだったら、鳥。こっちが自立語。空を。先がこっちが空だから、これが自立語。で、飛ぶは、これだけで、一個の文節になってるので、これで、飛ぶが自立語になります。つまり、三つある、自立語が。で、その中で活用がある、ないに分けるんですけど、その時に自立語なので、ないをつけてください、これを。で、どうつけるかっていうと、例えば、鳥にないをつけたら、鳥ないって意味がわかんないですよ。意味が通らない。空にないをつけると、空ない。意味がわからない。でも、飛ぶにないをつけたら、飛ぶないではなくて、飛ばないっていうことになるか、ね、普通に通るでしょ。飛ばないって。ってことは、飛ぶって言葉が、飛ばって変化することができる。そして意味が通るじゃん、ちゃんと。だから、単語の形、つまり語形が変化するんです。飛ぶに関しては。だから、その語形が変化する。その飛ぶが活用があると言います。いいかな？だからこれ分けると、活用がある自立語は、この飛ぶです。で、鳥と空はないをつけても意味が通らないので、活用がないと言います。語形が変わらないからね。いいかな？で、付属語の方行きましょう。で、付属語の方はですね、最後にやるんですけど、活用のある付属語っていうのは覚えてしまった方が楽です。いい？では、最後に出しますけど。で、今、これ付属語はね、がとおじゃないですか。で、これは両方ともカット付属、活用がありません。活用のない付属語になるので、がと、おです。で、ここはね、ないです。今回。活用のある付属語はね。それは最後にやるので、まあ、そこはちょっとね、最後までお付き合いください。じゃあ次、映画を見に行きたい。文節で切りましょう。映画をね、見にね、行きたいねだね。いいかな？映画を見に行きたい。で、これを単語に切っていくと、映画とお。で、見には、見るとにだからね、もともと。だから切ります、ここは。で、行きたいも、ほにゃららたいは切ってください。だからこうなる。今回全部で何個だ？ 1、2、3、4、5、6個だね。で、こっからまず自立語を探していくと、
文節の最初なんで映画が自立語、みに文節の最初はみの方だからこっちが自立語、行きたいもこっちが先だからここが自立語になります。これ3つね。で、あとはないをつけてみる。まず映画ない、これおかしいね、だから活用がない。映画に関しては映画は活用のない自立語で、みなんだけど、これ見ないって意味が通るでしょ。そしてもともと見るっていう言葉が見ないの見に変わってるので変化してるんだよ。ここの見とは変わってないんだけど、ないをつけた時に意味が通ってるので、これに関しては活用のある方に入れてください。いいかな。だから見はこっちに入ります。で、行きもなんだけど、これもともと行くなんだよね。で、それにもしないをつけたら行かないになる。で、変化するでしょ、意味が通るね、ちゃんとね。だから行きに関しても活用がある方に入ります。いいかな、ちょっと消えちゃってごめんね。で、付属語なんですが、今回3つだよね。おと、にちょっと消えてごめんね、にとたい、これが付属語になる。で、実はたい、たいはですね、活用のある付属語に入ります。それはまたここでやるからね、もう覚えちゃいましょう、これは。で、おとに、これは活用のない方になります。全部ではないんですけど、ひらがな一文字の付属語はほとんど活用ないです。だからがとお、まあ、おはかぶってるけど、にとかね、まあ、活用ないものが多い。でも2文字だから絶対あるかっていうと、そうでもないんだけど。で、最後がここから家まで走ります。これまず切っていこうか。文節できると、ここからね、家までね、走りますねとなる。で、単語で切ると、こことから、家とまで、これね、走りとますになります。ますはね、切ってください、単語で切るとき。で、これをまず自立語を探していくと、ここからの先なんで、これちょっと外が暗くなったんで画面暗くなっちゃったね、ちょっと見にくいから申し訳ない。これがまず自立語です、ここで。家まで、これの先なんで家が自立語。走ります、これも上がね、先に来てる方が自立語なんで、走りが自立語になります。で、こっからまず自立語の方をないをつけてみる。ここない、これはね、意味が通らないので、ここは活用がありません。で、家です、家ない、これも意味が通らないんで、よいしょ、活用のない方に入る。で、走りなんだけど、これもともと走るでしょ、もともとの言葉が。だからすでに変化してるんだけど、この時点で。でも、ないをつけてみると、走らないと意味が通るし、らがちゃんと入ってる。だから、まあ、この時点で変わってはいるんですけど、まあ、ないをつけて確かめると変化するので、活用のある自立語に入ります。で、あとは付属語ですね。からとまでとます、お、全部2文字、あ、全部活用あるんじゃねっていう感じがするんですけど、今回活用のある自立語じゃねえ、付属語は1つだけです。どれかっていうと、最後のます、これは活用のある付属語に入ります。なので、からとまでは活用のない付属語になる。いいかな。まずこういう風に分けていってください。あるなしはね、特に自立語に関してはないをつけると分かりやすい。で、最後に活用のある付属語です。で、全部は書きません、たくさんあるんで。俺がまず覚えてほしいものだけあげますって言っても結構あるんだけど。で、まずですね、お、これセットで覚えるとね、れるされるです。まず、あ、れるされるじゃねえや、早速間違えました、順番。れるられるだ、俺は。れるられる。で、次がせるされるです。これ俺の覚え方だからね、他の覚え方、学校の先生とか言ってたらそっちでいいからさ。ただ俺が覚えてほしい順番と覚え方っす。れるられる、せるさせる、で、あとはね、そうだようだです。で、このそうだようだはね、余裕があったらそうです、ようですも入るん、これ活用のある方に。だからそれももしよかったら覚えてください、そうです、ようですもね。でも、れるられる、せるさ、これせるされる、そうだようだ、ここまでね。俺なんかね、さっきからね、ちょっと書き間違ってんだよね申し訳ない。ちょっとこれ使っていいですか。なんでかな、失礼。あのね、
レルとラレルなんですよ。だからレルが入ってる。で、セルの方もセルが入ってほしいんで、書き間違えてした。させるね。セ、ごめん、セルさせるです。失礼しました。で、最後に、ない、対、ますです。いいよ。俺がまず覚えているの、俺は自分が覚えてるやつね。はこの9個になります。レルラレル、セルさせる、ソーダヨーダにないたいますだね。で、他にもあるんだよ。確かに。たとか、まあね、らしいとかも入るの、確かね。入るんですが、まずこの9個覚えておくと、結構解きやすいかと思うので。で、これまず覚えてもらって、例えば問題解いたりとか、まあ学校の先生とか塾の先生に教えてもらった時に、違うのがあったら、あ、これも入るんだっていう付け足しでどん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 覚えてもらえたらと思いますので、まずね、この9個押さえておいてください。では、今回は中学校国語、品詞の分類丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、まあこれ、活用のあるないも覚えてもらったので、もう有名な、まあ図というか、ある表をやっていきます。まあ名詞とか、まあね、これ助動詞とかあるんですけど、そういうのをやっていく感じだね。そのね、大切なところになりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。